今日も自分にグーパンチ、イヤホンヘッドホン専門店、いいイヤホン PR スタッフのトニミクです。今回はですね、今手軽にも持ち運べてコンパクトなワイヤレスヘッドホンっていうものがいろいろ増えてきているので、今回はアラウンド1万円のおすすめワイヤレスヘッドホン5選をご紹介していこうと思います。はい、早速まず1つ目、こちら J-LOVE AUDIO のリワインドです。こちらはですね、いいイヤホンウェブ価格で3680円と結構お安い価格のヘッドホンでございます。すごいなんかいい意味でチープというか、なんかコンパクトでレトロなデザインがすごい可愛いなって思います。このイヤーパッドなんですけど、ここが付属でブラックとオレンジとがありまして、好みの色とかね、ファッションに合わせて変えていただけるのもいいのかなって思います。これはですね、こう耳の上に乗っかるオンイヤータイプのヘッドホンになってまして、かなり軽いので圧迫感なくつけられますね。このハウジング部分も耳と同じぐらいの大きさで、すごいさりげないんですけど、でもちょっとレトロでね、このおしゃれなところもいいなと思ったポイントです。こちらはですね、3つのイコライザーが内蔵されていて、気分によってね、この音質とかも変えられるということで、これが3680円であるっていうのが驚きでした。音質はすごいバランスが良くて、抜けのいい音やなと思いました。多少の粗さっていうものはあるんですけど、イコライザーがあったり、聞き込むというよりそのライトに聞く分にはすごいいろんな楽しみ方もできるヘッドホンだなと思います。ただちょっとこれ音漏れするので、電車内とかはちょっとおすすめできないのと、外でつける際はちょっと音量に気をつけていただきたいなと思います。じゃあ続いてこちら、ソニーの WH-CH510 です。こちらいいイヤホンウェブ価格で5380円です。これなんかすごいシンプルなデザインで、カラバリは3色あるんですけど、ブラック、ホワイト、ブルーでね、すごいなんか服装とかも選ばないですし、仕事でスーツとか着られてる方にも合うんじゃないかなって思います。最大35時間の再生が可能ということで、結構長い、1日以上聞けます。お値段の割にすごい長い再生時間だなって思いました。この大きさなんですけど、 132g ってことで結構軽いんですよね。オンイヤータイプのヘッドホンなんですけど、軽いので疲れにくいかなと思います。これがですね、耳元での音質調整となるので、すごい再生停止とかもすごい操作しやすいかなっていうのと、ハウジング部分が動くので、使わない時はもう首からかけてもらって、でまた軽いんですごい邪魔にもならないので、こういう使い方がおすすめかなと思います。音質はですね、低音がすごいしっかり出ている印象で、迫力があるので満足感が得られるサウンドやなと思います。普段使いとしてすごい手軽に使えるワイヤレスヘッドホンやなと思います。続いてはこちら、エアバイ M-POW の X4.0J です。こちらはいいイヤホンウェブ価格で8770円ですね。これがね、すごいハウジングがすごい面白い形してて、すごい分かるか分かんないんですけど、こうすごいうねっとしたなんか不思議な形をしています。でこちらなんと1万円を切る価格なんですけど、アクティブノイズキャンセリングが搭載されています。そのアクティブノイズキャンセリング その切り替えっていうのは、このボタンで簡単に行えるのもすごい便利だなと思います。でこちら耳を覆うオーバーイヤータイプのヘッドホンですね。耳への負担が少ないので、比較的疲れにくいかなと思います。じゃあね、ヘッドバンドの部分が折りたためるので、持ち運びの際もすごいコンパクトにお持ちいただけます。でノイキャン自体はですね、そんなに強くないので、聞いててしんどい感はないかなって思います。けど気になる雑音っていうのは全部綺麗に消してくれるので、すごいこの1万円を切る価格のノイズキャンセリングってなかなか聞かないかなと思うんですけど、すごい性能がいいなと思いました。音質はですね、低音の量感が結構多めで、リズムとかがすごいはっきりしていて、でボーカルも聞きやすいので、すごいなんかポップスとか聞かれる方におすすめかなと思います。こちらはですね、大阪日本橋本店の PR スタッフ浜ちゃんこと浜田さんがね、詳しく説明してくれてるので、よかったらそちらの動画もチェックしてみてください。続いてこちら、ゼンハイザーの HD350BT です。こちらはいいイヤホンウェブ価格で11880円ですね。これですね、これはブラックとホワイトの2色があって、こちらも耳を覆うタイプのオーバーイヤータイプのヘッドホンですね。なんかちょっと丸っとした形なんですけど、こちらもね、結構シンプルで使いやすいデザインかなと思います。で折りたたみもね、もちろんできるので、すごい持ち運びもしやすいです。でもなんといってもこちらはですね、コーデックが SBCAACアプト X
アプト XLL っていうね、対応コーデックがかなり多いんですね。なのでそのプレイヤーとか聞く環境を選ばずに高音質で楽しめるっていうところがポイントなのではないかなと思います。で、まあ音質なんですけども、さすがのゼンハイザーサウンドですね。聞いた瞬間音がいいって思いました。解像度もあって一音一音すごい丁寧に鳴らしてくれているので、まあ個人的にすごい疾走感のある曲とかが聞きたいなって思いました。こちらはですね、東京 PR 部の、まあ、ゼンハイザー大好きな大先生が動画を撮ってくれてるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。最後はこちらです。アカゲ Y400BT です。こちらイヤホンウェブ価格で 15,642 円です。こちらはですね、2020年3月13日発売ということでですね、今まで紹介した中で一番新しい製品となっております。この赤毛の Y シリーズといえばですね、カラバリ豊富っていうイメージがあるんですけど、まあ、今回もね5色ありまして、まあ、ブラック、ブルー、グリーン、ローズゴールド、ピンクのね5色になってまして、このヘッドバンドにまでね色がついてるのがすごい可愛いなって思いました。私今回の中で一押しですね。このデザイン面では一番好きかなって思います。でこちらもまあ軽量でコンパクト、さらに折りたたみもできるっていう面で、こんなに小さくなってしまいます。半分ぐらいちっちゃくなりますね。すごい魅力的やなと思ったのが、このボタンを下にスライドするだけで電源がオンになるんですよ。だからすごいあのペアリングもしやすいですし、今電源がオンの状態なのかオフの状態なのかっていうのがすごい目で見て分かりやすいので、そこもいいなと思ったポイントです。でこちらですね、ヘッドホン外さなくても周囲の音が聞こえるアンビエントウェア機能っていうものが搭載されているのと、あと音量を小さくしても会話をしやすくなるトークスルー機能っていうものが搭載されています。すごい人の声が聞きやすかったので、まあ外出時ねちょっと不安やなっていう時にお使いいただけるのかなと思います。音質はですね、ドシッとした迫力のある低域と少しねきらびやかな感じの高域とっていうので、ノリのいいサウンドだなと思いました。結構何にでも合いそうですけど、個人的にはポップスとかロックとかをよく聞くんですけど、その辺とも音楽の相性がとてもいいなと思ったのでおすすめです。以上、アラウンド1万円のおすすめワイヤレスヘッドホン5選でした。1万円前後の価格のワイヤレスヘッドホンというのもね、まあ、多種多様ございますので、まあ、何かご参考になれば幸いです。こちらですね、ブログでもご紹介してるんで、まあ、詳しくはそちらも合わせてチェックしていただければいいなと思います。ご紹介した製品は全てイヤホン前提でご視聴いただけますので、ご来店の際はぜひご視聴してみてください。この動画良ければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。 Twitter、Instagram もやってますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。それではお相手は谷美久でした。バイバイ。